ためには打線の援護が必要。今日は阿部慎之助と高橋由伸はスタメンからは外れています。この後ジャイアンツは昨日のサヨナラのヒーロー長野から亀井、そして久しぶりに3番に戻った坂本とつながっていきます。この回のジャイアンツは昨日のヒーロー、サヨナラホームランも放った長野から始まります。後半戦一つの大きなポイントを原監督がこの1番長野が戻ってくるかという話をしていましたが、でもだいぶ打率が上がってきましたしね。そうですね、まあ本来に近い長野が戻ってきてるんじゃないですかね、延長10回、自身2本目のサヨナラホームランで決着をつけました昨日のゲームです。前回の対戦ではこの大野から3安打を放っている長野、今日の第1打席はこの大野のストレートに少し差し込まれるような感じでのファーストへのファウルフライでした。こちらが今日のジャイアンツのオーダー、阿部慎之助と高橋由伸がベンチスタート、3番には久しぶりに戻ってきた坂本、そして4番が村田、5番ロペスというクリーンナップです。堀内さん、これ明日以降、阿部がスターティングメンバーに名を連ねるようになってくると、阿部がどこに入ってくるでしょうかね。やっぱり4番でしょうね。4番ですか。村田もいいですからね、だからその辺は臨機応変に考えたらいいんじゃないですかね、徐々に戦いを進めていく中で理想のオーダーを探りながらこのシーズンの終盤に向かっていってるわけですね。でも巨人の場合はね、そんなに大きな怪我人もいないしね、いつでもベストメンバーって組めるんですよ、さあ長野がライトの前、大野から打ってノーアウトランナー一塁です。ですから今は一息、阪神の3連戦で3つ勝ちましたんでね、一息つける状態なんですよね。それができる今年のジャイアンツの強みという、そうなんですよ。